こんにちは。すいません、こんにちは。ひょっちゃきです。ゆっぱでーす。私いつもさ、ポーズのこと考えるからね。ポーズ一生懸命考えすぎてね、話の内容忘れてんだよ。はい、今日は何ですか。今日は、うん、あの私たちが、はい、お母さんをね、招待して、うん、韓国料理を食べてもらおうかなと思います。韓国料理食べたことないって言ってたからね。だからさ、うん、こんな早くうちに皆さんのおかげで、うんはい、お母さんが韓国料理を食べることになりました。はい、ありがとうございます。で、はい、韓国料理を食べてもらうってどうするんですか、うん、作る。作ります。あんた作れないじゃないですか。だから私ような料理が得意じゃない人もいるんじゃないですか。うん、なので、じゃじゃじゃーん。こちらに韓国料理があるんですけど、はいうん、クックイージさんのミールキットなんですけど、はいはい、最近結構流行り始めてんだよね。あ、そうですよね。そうそうそう、うん、これがあればね、うん、もう私もね自信満々になって、うん、何でもできるんじゃないかなと思います。これ何なんですか。これがね、うん、冷凍じゃないんですよ。冷蔵なんですよ。生のものってことですね。そう、はい、だからこちらに茶色が全部入ってるわけなんですよ、はい、中にね、生の野菜とか肉が入ってる、うん、作り方もね、うん、書いてるから、はい、そのまま作ればもう出来上がりなんですからね。つまり、うん、このジャージャー麺っていうセットの中に麺とかソースが入ってて、はい、これを調理すれば誰でも作れると、はい、誰でも作ります。なるほど。これね、何がいいってね、油まで入ってるんですよ。だからすごくこれあのね、うん、ミールキットって結構いろんなのあるんだけど、うん、なんかねプラス油とか、うん、そうそうそう、小麦粉は用意してくださいとか結構あるんだけど、結構あるんですよね、これ本当に全部入ってる、うん、今から、はい、作ってみて、はい、お母さんに食べてもらおうと、うん、お母さんが来る前に早くこっそりと準備して、バレないうちに準備して、あれなんでバレてもいいよ。料理するよ。ポワテケないから料理する。冷凍じゃないからチンじゃないんですよ。もちろんね、うん。料理したよって言えるからね。そう。そう、今から行きまーす。行きまーす。じゃじゃじゃ。飛び出してきたんですか。そうですよ。今日私が作る韓国料理は、はい、じゃじゃじゃーん。3種類なんですけど、はい、私が全部大好きな韓国料理なんですよ。ポスターのチャプチェ。はい、もうチャプチェはもう日本人みんなが知ってるんじゃないの。そうだね、結構もうチャプチェは日本でも、うん、あの普通に食べれるようになった。韓国でチャプチェは、うん、まあ、外国人の向けに大人気な韓国料理として有名だからね。チャンメン、うん、これは私一番好き。お母さんさ、うん、韓国料理食べたことないとは言ってたんだけど、うん、まあ、キムチチゲとか、あ、チヂミ、あ、チヂミとかね、うん、ああいうのは多分あるんだよ。だこういうジャジャン麺とかポッサムとかはないと思う、ね、うん、絶対ない、うん、この前私たちがゴールデンウィークでビール飲みに一緒に行ったじゃん、うん、はいはい、あそこでもジャジャン麺の話したけど、うん、もう食べたことない。え、ちょっとジャジャン麺ったら、あの、あれがない、スープがない、ない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 、うん、麺の上になんかソースみたいな黒いやつが乗ってる、焼けそば感じだよ。お母さんが食べてみてどう感じるかちょっと気になるんですよ ね、 そうだね、うん、あ、これでもすごいね、材料全部切れてるわ。あ、もう切らなくてもいいんだ。いや、これ本当に火とフライパンだけあればできるんですよね、うん、どこでも持っていけるね。うん、これ持ってさ、うん、お母さんの家に遊びに行ってもいいし、そう、酔っ払いみたいなあの持ち方しなはい、さそっと作ってみようか、うん、はい、まず何から作りますか。チャプチェから行こうか。チャプチェ、こうやって説明がちゃんと書いてるよね。わかりやすいね、写真、うんうん、だって写真4枚しかないし、難易度。あ、ちょっとさ、うん、私間違えた。どうした。私これぐらいよりは料理が得意だと思うけど、うん、これぐらいはできる。いや、これ以上じゃないの。私さすがにね、そうじゃない、修歴3年ですから。でも簡単なら簡単の方がいいじゃん。だから週3年経っても、うん、もう週20年経っても、うん、料理がめんどくさい時がたくさんあると思います。あるよそりゃ。その時一番楽かった。あ、これ助かるよね、本当に全部切れてるからね。すごいね、野菜もたっぷり入ってるじゃん。これなんだろう。卵じゃん。いや、いりごままで入ってるわ、すごいね。本当にもう自分で用意するものが何もないね。何もないね。まーす。よし、春雨をまず6本茹でると。うん、いや楽だな。野菜が本当に高くなったね最近ね。うわ、めっちゃ高いのよ野菜。あのさ、玉ねぎ1個で150円だったよ、うん、高っ。うわ、春雨と一緒に炒めてから4分だから、ちょっとここにゆっくり、うん、そうだね、待ってる間、うん、
あとさ、はい、ネジを切れた目のね、はいはい、ここに入れたら完成。本当にサプチェじゃん。すごい。最後に上に卵をかける。そうそうそう、あ、色的に綺麗だな。綺麗だね、うん、はい、完成です。すごい。さあ、トミはね、うん、これでポッとしてたら形切るもめっちゃ簡単だし、こんなの入れてね、うん、ポッサは茹でるだけ。はい、出来上がり。いや、出来上がりだけど、いや、これお店のカレティだな。すごいな、すごいな、めっちゃ美味しそうだね、これ。うんうん、とこれだよ、これ。これなんだっけな、セウジョ。セウジョね、これ探したんですよね。なかなか手に入んないのよ、日本は。はい、ザザメも早速作ってみようか。はい、ちゃんちゃんです。ちゃんちゃんがやってます。あの、パラサイトでの、うん、豚じゃなくて、牛肉入れたんだ。あれ、高いやつね。あそこ、うん、お金持ちの家設定だよ。そうそうそう。家族が、うん、わざとそういうアイディアを出して、うん、そういう風に作ったんだよ。そうなんだ、うん、お金持ちっていうのをアピールするってことね。わー、おっと、すごいね。すごいね。わー、温めの香りだ。ほんとだ。うわ。はい、で、お好みで、この、火油。うん、そうだね、うん、ちょっと辛そうなラー油っぽい油なのかな。ラー油っぽいだね。これもちょっとかけてもいいし。 OK、はい、OK、 で3品完成です。じゃじゃじゃーん。さーちゃんです。こんにちは。かわいい。今日は私がお母さんのためにこうやって韓国料理を用意してみました。すごいじゃないですか。ありがとう。泣いてんですか。ありがとう。あまり食べたことないからね。そうですよ ね、 ね、うんうん、キムチとかあんな感じだから。そうそうそう、ね、キムチとかビビンバとかね。そうそう、キムチチゲとかね、うん、そういうのはあるだろうけど、うんうん、本格的なのないんだろうからね、うん、まあ、すごい食べてください。いやー、先何食べたらいいかな。何か行きますか。ちょっと待って、味が弱いやつから行こうか、うん、お母さんこれだけじゃ食べれないんで。あー、はい、それがないと動けないんで。乾杯。いただきます。いただきます。おいしい。おいしい。チャプチェカード。チャプチェ、うん、これ、はい、私も食べる。これは久しぶりだね、うん、私も。これはあれ、春雨。そうだね、日本でいうとこ春雨。おいしい。おいしい。うん、本当に。おいしい。すごいですよ、これめっちゃ簡単に作れるわ、うんうん、ビールにピザ。あ、これビールにピザ。お母さんの基準はビールに合うと思われる。いや、これ美味しいね、本当に。ね、うん、韓国の味だ。する、うん、する。これ、子供が食べやすいかも、うん、はいはい、うんうん、辛くなくてね。そうそうそう、ちょっと甘めでね、うんうんうん、あれは、うん、ポッサムです。食べ方は、じゃあ、はい、じゃあ、やってあげて。うん、すごい、こうやってさ、新鮮なお野菜、うん、ね、サム、サムだよ、サム、サムと言うけど、サム、サムって、包むって、うん、包むこと。はい、キムチ1個だけ乗せるかと、うん、韓国は豚肉にサムジャン乗せるんだよ。これは何？味噌？サムジャン。味噌とコチュジャン混ぜたことかな。辛味噌みたいな、うん、そうですよね、うん、セウジャン。それは網って。そうだね、網、うん、日本で言うてる。日本で言うとか網。おいしい。豚くんが柔らかくてね。これもね、だから、うん、お湯で温めるだけなのよ。簡単すぎる。乾杯。乾杯。全部食べない。うん、そうそう、だいたい息でバグッと入れちゃうんだけど、うん、いいよ、ゆっくりでいいよ、ゆっくりでいいよ、お母さん、うん、うん、うん、美味しい、韓国の味、うんうん、結構ね、私が見た感じで言うと、うんうん、油がうん、いい感じに入ってんだよ、ね、うん、油ないわ、そんなに。そんなきつっこくない、うん、よね、うんうん、だから食べられるね、うん、たくさん、うん、すごい美味しそうな油がついてる。美味しい。あんまり太らないかもね、これ。これさ、やっぱお肉だけで食べると、うん、なんかこれちょっと油がって思うけど、うん、野菜と一緒に食べるとさ、うんね、太らないかもって、うんうん、新鮮なお野菜があったらね。そう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 。あとチャジャメンだね。はい、最後ね、はい、チャジャメン私一番好きなんですよ。私も一番好きです。あ、焼きそばの感じ。そうだね、そうですよね。さっきやったあれね、うんうん、ラーメンみたいやけど。そうそう、玉ねぎがいっぱい入ってるわ、ね、あ、よく韓国でドラマでそうそう、ね、もう絶対ないね。そうですよね、一生懸命食べてはるやん、うんうん、美味しそうとか思って。うん、うん、美味しい。美味しい、うん、よかった、うん、ちょうどね、ほんとお味がね、うん、あんま辛くもなく、ちょっと甘めの味だよね。うん、
きそばみたいなの、うん、うん、日本のね、焼き方みたいね、美味しいです。うん、ね、うん、ここだする美味しい、味するあ、懐かしい、うん、懐かしい、うん、あ、美味しいね、うん、これ、うん、あのね、ジャージャー麺って、うん、日本にある韓国料理屋でも、うん、食べれるんだけど、うん、だからこれじゃないなって思うジャージャー麺結構多いのよ、うん、なんか本当の韓国の味じゃないっていうか、うん、だから多分お店の人が韓国人じゃないんだろうなとか思う時の味あるんだけど、うんうん、これは韓国ね、これちょうど甘みもいいね、うん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 、いや美味しいわ、これは本当にね食べれないよ、うんうんうん、これ最高、何も何がいろいろな、そう、豚肉とあと玉ねぎ、うん、玉ねぎ、これネギね、ネギ、うん、この黒いのはどうして出すの？黒は、なんというの？甜麺醤っていう中華のやつかな、中華、うん、中華だね、やつを使ってるんだと思う、うん、私たちが前使った時はそれ使ったんですよ、そうだね、あ、でも美味しくなかった、うんうん、失敗したね、そうそう、自分たちでやろうとしたら、うん、韓国へ行ったね。行ったけど、パスポートなくても。うんうん、よかった。いや、ほんと、なんか最近さ、なかなか韓国行けないので、やっと行けるようになってきたけど、これあればほんとお家でさ。うん、じゃあ何回もしてんね。あ、よかったー。はい、というわけで、はい、今回はクックイージーさんのミールキットを使って、お母さんに本格的な韓国料理食べてもらいましたけど、どうでしたか？美味しかったですか？美味しかった。本当に美味しかった。初めて食べたけど、ね、うん、よかった。ハンちゃんにこれからまた何回もしていただきましょう。まあ、注文したら、ね、分かりました。ね、福井寺さんはもう、うん、あの配送されてますので、日本全国に注文したら届けていただけますので、すぐに届きます。まあ、そうはい。そちら概要欄なのでご確認していただければありがたいと思います。それプラスね、もともとなんかウェルカムクーポンっていうのが最初からあって、新しく登録した人は500円割引とか、あとラーメンのプレゼントとか、いろいろ特典があるそうなので、そちらもホームページとかで確認していただきたいなと思います。はい、はい、というわけで今日はクックイージーさんのミールキットを試して、お母さんに初めての韓国料理を食べてもらいました。いや、全部皆さんのおかげで、そうですね、ありがとうございます、ありがとうございます。それでは、はい、今日はこの辺にしましょう。またねー、またねー、ありがとうございます